もうこれ完全に箱1個買いましたね。皆さんこんにちは、ジェイソン・レゴブルダーヒロイだ。はい、今回の動画はこちら。はい、こちらのレゴスーパーマリオキャラクターパック3の3回目の開封になります。このキャラクターパック3は全部で10種類で、僕は7種類持ってます。1回目の動画は1つもダブらずに6種類出たんですけど、2回目の動画ではめちゃくちゃダブって1種類しか出ませんでした。なので今回の第3回目で全種類コンプリートしたいです。まさか3回目の開封になるとは僕も思いませんでした。ちなみに全10種類のうちまだ持っていないのはテレサ、バサバサ、トーピード、この3種類です。今回こちらのキャラクターパック3を京都のトイザラスで6つ買ってきました。ちなみに6個中3つはサーチしました。残りの3つは適当に選びました。といえばこのキャラクターパック3って1箱18個入ってるので、今回僕は完全1箱分買いましたね。箱買いしたら全部コンプリートするんですけど、僕は箱買いできないので何個か買ってコンプリートしたいので、今回で全種類揃えたいです。では1個目開けます。せーの、デッド。あー、骨メットだ。いきなり1個目でダブりました。1個目は骨メットが出ました。では2個目開けます。せーの、デッド。クリボンだ。マジで嘘だ。なんか今回めちゃくちゃ嫌な予感がするな。2個目はクリボンが出ました。はい、では3つ目開けます。せーの、デッド。あー、ビリキューだ。あ、でもビリキューはこれで2体目なので、まあ嬉しいかな。はい、3つ目はビリキューが出ました。では4つ目開けます。もし残りの3つでテレサ、バサバサ、トーピードが出なかったら今回もうコンプリートならずです。せーの、Z。 わー、やったー、バサバサだ。よっしゃー、やっと持ってない1個が出ました。いや嬉しいわこれ。4つ目はバサバサが出ました。では5つ目開けます。テレサとトーピードが出てくれたらめちゃくちゃ嬉しい。せーの、 Z。 おーマジか、クリボンじゃねえかよ。クリボンこれで4個目だ。うわ。はい、5つ目はクリボンが出ました。これ鬼だわ。うわ、もうコンプリートできないって分かってたら最後開けるのが辛い。せめてテレサかトーピードが出てほしい。では最後6つ目開けます。いただきます。せーの、デッド。わー、やったー、テレサだ。よし、マリオのキャラですごい好きなのでめちゃくちゃ嬉しいです。はい、6個目はテレサが出ました。はい、第3回目の結果はこのようになりました。出た順で骨クリボン、クリボン、ビリキュー、バサバサ、クリボン、テレサです。いや今回サーチした回あったんですけど、まさかのトーピードが出ずに終わってしまうという、いやこれはちょっと残念だな。ただその代わり持っていない3種類のうちの2種類が出たので、まあ今回はまあいいでしょう。はい、これ今回の動画でポンプコンプリートしたかったですね。では今からバサバサとテレサを組み立てます。はい、完成しました。はい、今回は持っていない3種類のうちの2種類が出ました。僕はテレサすごい好きなので今回出てくれてめちゃくちゃ嬉しいです。ちなみに残りの4つは1回目と2回目の動画で組み立てております。で、台座についてはもうちょっと作るのがめんどくさかったんで、今回はキャラクターだけ作りました。ではまずはテレサ、これから見ましょう。はい、全体はこのようになってます。今回台座は毒沼ステージとなってます。テレサといえばお化け屋敷のイメージあるんですけど、最近のマリオって毒沼ステージにテレサ出るんですかね。はい、そしてこちらがテレサです。いやー、いい。はい。はい、全体は
このようになってます。今回のバーコードの配置めちゃくちゃ面白いとこにありますね。これ唯一残念なのは今回のテレサリバーシブルフェイスとかが一切なくてずっとこれなんですよね。普通のテレサ欲しいんですけど、あれクッパ城にしかついてこないので、テレサ好きの僕としてはいつかはクッパ城は手に入れたいです。実際のマリオのテレサってマリオが正面を向くとこのようになるんですけど、マリオが後ろを向くとゆっくり近づいてきて襲ってきます。いい感じの代役があってよかったです。じゃあこのままテレンと比較しましょう。形が全然違いますね。テレンは部分的に丸いんですけど、今回のテレサは完全にキューブ型になってますね。なんか獣王者の獣王キューブを思い出します。はい、続いてはこちらのバサバサです。全体はこのようになってます。バサバサの台座は砦ステージとなってます。バサバサといえば僕の中でお化け屋敷に出てくるイメージが強いんですけど、今のマリオって砦ステージにもバサバサって出るんですね。はい、こちらがバサバサ本体です。全体はこんな感じです。バサバサの足はヒンジパーツになっていて、翼はこのように稼働します。こういった稼働のあるキャラクターめちゃめちゃいいですよね。はい、ではレゴマリオとレゴルイージで音声確認いきます。まずはテレサからいきます。ちなみにテレンだとこういう音が出るんですけど、今回のテレサはどうなんでしょう。ではいきます。テレンと一緒ですね。じゃあクッパ城についてくるテレサもこういう音声なのかな。ではレゴルイージいきましょう。では続いてはバサバサです。あれ、バサバサはクリボーと一緒ですね。バサバサのカラーが水色なのでこのように反応しちゃいます。では続いてレゴルイージいきます。じゃあバサバサのカラー的にテレサどうなんだろう。雪山のステージになるのかな。でいきます。あれ、反応なし。あ、もしかして今後のアップデートで雪のステージ出るのかな。年末頃になるとレゴの新しい商品が出るので、おそらく年明けのレゴマリオは雪ステージが出るんじゃないかなって僕は思います。はい、今回のレゴスーパーマリオキャラクターパック3は累計18個買いました。もうこれ完全に箱1個買いましたね。こんだけ買ってめっちゃダブルの、なんかある意味なんかすごいようなすごくないようななんかクリボンが団子3兄弟みたいになってる骨メットに関しては完全に骨メット3兄弟ですねいや、これトーピードどうしようかな。ちなみにトーピード単品買いしようと思うとこれ3つ買えるので、次何個買おうかな。5つ買って全部サーチして、これでも出なかったら単品買いにするか、もう諦めて単品買いにするか、のどっちかですよね。今後どうするかについては考えておきます。はい、レゴスーパーマリオキャラクターパック3はこんな感じです。よし、はい、ということでレゴスーパーマリオキャラクターパック3の第3回目の開封の結果はこのようになりました。今回持っていない3種類のうち2種類が出たのでめちゃくちゃ嬉しかったです。ただ今回はあと1種類は出てほしかったです。キャラクターパック3の累計購入数が18個になったので、これ完全にキャラクターパック31箱分ですね。いや、まさか1箱分買ってコンプリートできないって今回めちゃくちゃ恐ろしいですね。今回のキャラクターパック3は結構波乱な展開になってきました。で、残りはトーピードなんですけど、単品買いするか、それか最後の開封にするかはまた考えておきます。はい、以上ひらげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ